恥無理、やる気起きない、どうでもいい。今日のパンダさんテンションが低いですね。というか麺が減らってるな。どうしたんだ。僕の寿命はもうすぐ尽きるんだよ。はあ、抵抗ペンギン。寿命が短くなってしまう行動発生。寿命が尽きるなんて一体どうしたんですか。不治の病にでもなったのか。それがネットサーフィン中寿命を短くする行為ってのを見つけちゃってさ、そのほとんどが何度も繰り返してることばっかりなんだ。だから僕の寿命はもうおしまい。なんだ、病気とかじゃなかったんですね。まあ病気の状態と同じだよね。もうネットサーフィンする気も起きなくてさ。いやそれなら仕事しろよ。座りっぱなし。バタ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 。さっきからバタバタうるさいぞ。何してるんだ。座りっぱなしはエコノミー症候群的なあれで寿命を縮めるんだ。だから僕は止まらない、止まれない。あんまうるさいとうるさいあいつが来るぞ。おい、バタバタとやかましいぞ。乱世かここは。ルイとも、パンダ何をしている。バタ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 。なーに、車内で運動だと。なんで通じるんだよ。パンダお前な、ほら見ろ、怒られるぞ。俺も慢性運動不足なんだ。俺を誘えよ。上司なら注意しろよ。一緒にやりましょう。バタ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 。こうか、バタ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 。よし、今度は俺が鬼だぞ。逃げろ。タッチ、スーカも会えた。バリア発動、鬼のタッチ無効。バリアは反則だろうが。僕がルールです。ずるいずるい。小学生か、お前ら。睡眠不足。疲れた。俺もお前のせいで疲れた。あれ、上司さんはどこに行ったんでしょう。5時のチャイムでお家に帰ったよ。本当に小学生か。それにしても運動ってやっぱりいいね。いい汗かいてすっきりしゃっきりだよ。ぜひその状態で自分の仕事をしてくれ。はあ、最近夜眠れてないからさ、毎日8時間は寝ないと寿命縮んじゃうんだって。まさかお前。それじゃあおやすみなさい。夜眠れてないのは仕事中に寝るからだろ。スピー聞けよ。孤独。すやスピー。寝すぎも寿命縮めるんだぞ。そうなの。都合のいい耳してるなお前。じゃあもう寝るのやめた。なら覚めて自分の仕事を。おい何してる。孤独だと寿命を縮めるんだって。だから話し相手を探してるんだ。会社で俺やシャシと話してるだろう。そうですよ。圧倒的愛クリスは持ってる僕と君たちは同じラインにいない。僕は孤高の存在なのさ。何言ってんだこいつ。さあ君たちのレベルでは僕の話は理解できないようだね。確かに孤独だな。職場の人間関係。他にも寿命を短くしちゃう行為は。いつまでやってるんだ。そんな冷たいこと言わないでよペンギン。僕らマブたちでしょ。そんなことしてもコメント欄はパンダ可愛いで埋まりませんよ。別にそんなつもりでベタベタしてたわけじゃないし。ツンデレ風キモ。職場の人間関係が悪いと 2.4 倍も士気が早まるんだって。悪くしてるのはお前な。それにペンギンとの関係が悪くなると仕事を押し付けられなくなっちゃうしね。パンダさんそれが本音ですよね。そんなことないし。ペンギン大好き。これからも仲良くしてよ。あ、この仕事もお願いね。俺はお前のせいで 2.4 倍も怒りが溜まってるぞ。赤身の肉ばかり食べる。まるで肉食獣のような食いっぷりですね。お前が言うなら間違いない。何食べてるんですか。油増しリブロース、油身ステーキ重、牛脂を添えて。見ているだけで胃もたれしそうだ。赤身の肉ばかり食べてると寿命が縮むらしいからね。油身最高。野菜も食べているんだろうな。なおベジタボー。余計早死にするぞ。え、そうなの。油いっぱいの肉ばかり食べてたら健康にいいわけないだろう。このお肉どうしよう。見ていたらお腹空いてきました。じゃあシャチ君食べる。本当ですか。いただきます。俺かよ。通勤時間が長い。今日も残業か。ペンパイ、シャチは終わってるんだよな。気にせず帰っていいぞ。ありがとうございます。お先に失礼します。ん、パンダは帰らないのか。通勤時間が長いとそのストレスで寿命が縮むんだって。だから僕は会社に泊まることにしたんだ。社員寮に住んでるのに。ってわけで今日はもう仕事しないけど、気にせずペンギンは頑張ってね。いつも仕事してないだろ。さーて、 YouTube で爆音 ASMR でも聞くか。俺のストレス考えて。死を恐れる。はあ、やっと終わった。さて帰るか。お疲れ。お前本気で会社に泊まるのか。うん、僕はいつでも本気だよ。ちゃんとした寝床もないから体に良くないと思うぞ。確かに寿命を縮めちゃう多分な。
どうして気をつけてるのに寿命を縮めることをしちゃうよ。そうやって極端に死を恐れるのも寿命を短くしてしまう原因になるらしいぞ。寿命を短くする行為をしないように意識しないと寿命が縮んじゃう。でも寿命を気にしているとそれはそれで寿命が縮んでしまうのスパイラルだ。生きとし生けるもの誰でも寿命は短くなり死に近づいていく。避けることは不可能だ。え、それを受け入れた上でできることをすべきだろう。過剰なストレスを回避したり体を動かしたり食生活を気をつけたりな。そっか、無理のない範囲でやればいいの。お前はいつも極端すぎるんだ。まだ何かあるのか。いや、そうなると一番気をつけるべきはペンギンじゃないかなってね。え、だってペンギンは。ペンギン、この仕事は明日までにやっておけ。こんなにたくさん無理だ。逆らうな、バーカバーカ、うんこ。過剰なストレスを回避してないし、クソ、仕事が終わらない、腰も痛い、体を動かしてないし、ああ、しかし眠い。今日の晩飯はデッドブルでいいか。まだ翼が足りない。食生活を気をつけたりしてないよね。あ、某企画で寿命を削ることのオンパレードだし。はい、やめます。ブラックな職場に勤める。YouTube で動画上げるぞ。バズってる人の真似しまくってやろう。つまりそれはパクリ宣言か。しっけーだな。インスパイアって言ったよね。次回パクリ YouTuber になるとどうなるのか。それ盗作する人が使う常套句だよな。ここだぞ。マジかよ、でっけー。興奮してきた。人がいっぱいいますね。なんだか緊張してきました。ついに私たちも初めてのポップアップストア開催だ。夏だ、海だ、ドラッドアニメだ。なんと俺たちのポップアップストアが開催決定だ。開催期間は8月6日金曜日から8月15日日曜日まで。開催場所は渋谷モディの7階イベントスペースです。ストアでは限定の書き下ろしイラストを使用したグッズを販売するぜ。水着姿の俺たちをゲットできるぞ。何ですかその言い方は。グッズの通販も実施予定ですよ。詳細は概要欄をチェックしてくださいね。がっぽり稼いで全部私の儲けにしましょう。おい、聞こえてんぞ。俺たちのキャラパネルや展示物もあるから楽しみにしてくれよな。今後のポップアップに関するお知らせはプロットストア公式ツイッターをチェックしてください。みんな遊びに来てくれ、待ってるぞ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの。俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。